179だね。5番と5番ともうちょっと下がってる。いやいやいや、全然いいとこ外して、はい、右外せるまして。今のはこっち。ああでも、今のはこっち。ああでも、飛んでるからありますよね。うん、ここでいい。攻め方似てるな、俺と傾斜と傾斜16です、ね、ありがとう。 あ、じゃあ、あやさんどうぞ。あ、いい、どうぞどうぞ。あやさん、じゃあ、プレッシャーかけちゃいましょう。それを思って俺先にどうぞって言ったのに。だってノンプレッシャーだよ。まあ、あやが先に打っても、え、先に打ってもノンプレッシャーだけど。オッケーオッケー、はいはい、ありがとう。うまくない？うまくない？きた！いや！あエガちゃんになっちゃった。ちょっと、はい、ナイス。ちょっとヒヤッとしたけど。よし、これで南の役目を果たした。9ホール全部パー。ありがとう。ナイスでーす。ポイント？やっぱりました。緊張しました。スミ君いいよ。いいよ。ナイス。ナイスです。アクションすんの？しないよ。あと俺本当に強いから勝ちっこないよ。グリーン右だからね、左サイドないっすよね。いやー、ちょっともうちょっと右左サイドしたかったな。意外と残りました。いや、これありますね。じゃあ、進んで。あ、はい。はい。すいません。ありがとうございます。どれ ?250。250。そしたら、スプーンでどんぐらい？今の下り何だったの？140ぐらいで、振れば。そうだね。花道さえ落ちれば。うん。クラ君、お箸は左でした。はい、字とか歯磨きとかハサミは？全部右です。全部右。なんかさ、よくスポーツ選手さ、ご飯は左で食べるみたいな聞くよね。いや、それは多分聞いたんだと思います。うちのお父さん。クラ昔から左だよな。小3か小2ぐらいか。な、左だよ。4番アイアンか
4番アイアンで勝つかユーティリティドサイドですか。スプーンになるでしょ。クラ今スプーンでしょ。そう、ちょっと年の子を見せましょう。はい、年の子を7個上の力を見せますよ。それな、やると思ったんだよな俺。やっぱ4番やんで言ってもよかったね。もう本当に安っすね。減った。ほぼ勝ちましたね。ほぼ。本当これなんかいいやつ。トラブル発生でした。木が邪魔？この機械ってあのちょ。なんか木と木の間を狙って、パン。それしかあったまあ賞賛ねえであっち行ったって絶対ノーチョンボディ。別にこれでバンカー入っても絶対パー取れる。あじゃあ。うん、絶対パー取れる。まだ三打目なんで。いや。って寄ったらめちゃめちゃかっこいいけど、何もでかいんだろうな。惜しい。今のうまくないですか。めちゃめちゃうまいですよ。乗ってからも今日結構なんで結構綺麗だよ。こんぐらい？こんぐらい見る。はい。来そうだね。確かに。これはナイスパンっすよね。もうだいぶナイスパンっすよね。家木の上、いや木の右ギリギリから吹く。バーディー絶対条件だな。今2打差3打差2打差2打差だからバーディーボギーで全然あるんですよ。バーディーボギーです。そっか。いいっすかね。
もっと、もっとドロー。狙った？もっとドローになる。もうちょっと引き上げてもよかったけど。ね。フラッグもね、200、220、10とか。インサイドから入ってくる。真ん中打ちます。こう作るとちょっと青くしたのが入りたがるんですよ。怖いから。片位置と片の間くらい。考えられます。了解です。左側で。ドロ。いや、でも。ナイスショーです。ナイスショー。あ、ありがとうございます。まあまあ。ナイスショーです。160。160ですか？うん。やっぱじゃあ5番とか、6番とか。5番とか6番とかそうじゃない？はい。まあユーティリティもいいですよね。いいですよね、やっぱり。160ぴったり打った方がいいから。あ、それなら5ですよね。5ですね。ユーティリティの。息が合ってまいりました。最終ホール。YouTube 的にはこっちの YouTube 的にはすっごい見せたくない。下下下でどこ押すの？こっち間間上余裕だよこれ。何やろ22でしょ、はい、ちょうどいいじゃん。58上行けんだったら上が良くない？ああどう思う？やだ。球を上に上げる天才って言われてんだよ。球上げの隅って言われてんだよ。イメージ完璧ですね。え、イメージはもうイエー全然見てない。見せつけてやろうと思ったのに、俺見せつけてやろうと思ってたのに全然見てくれてない。全然見てない。多分あれだよ、もう冷静を予想作戦だよね。来週もう独特だからね。どっちだって見ちゃったみたいな。ナイスオン。ナイスオン。ミッションです。ああでもなんか、服っぽいな。よっしゃー来たよ俺。ほら持ってる男だよ。きた。完璧でしょ。俺上がり3つで2個戻そうだっつってちゃんと2個戻したもんな。これ外したら同点だからね。外したら同点だよ。いやありがとう。ありがとうございます。頑張ったよ。いやちょっと最後スライスっぽかったよね。あそこがボギーだったの。しますか。じゃあこっちです。でも自分の感じ。
なんかもう分かんなくなった。フックしたっけ？うん、分かんない。フックしたっけ？登り？フック船長って言ってました。だよね、フック船長。そうだよね。ヨーヨーっつって驚きすぎて分かんなくなった。フックの場合か。はい、OK。 え、フックしたっけ？え、なんか再生したようなフックしたよ。まあ、いいっすよ。見て、もういけいけいけ、耐えた。あ、まあ、いいパットだった、今のパットも。実に素晴らしいパット。ナイスナイスです。ナイスボギー、ナイスボギー。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。ナイス。ありがとうございました。ナイスコンビでした。ナイスコンビだね。ありがとうございました。ナイスコンビだね。ご迷惑おかけしました。俺ら強いね。うん？でも？ね、チーム8番。超悔しい。めっちゃ悔しいんだけど、本当に巻き返してた。やっぱりそうですよ。めちゃくちゃ悔しいんだけど。嘘でしょ。一時だって4打差まで離れた、5打差まで離れたから、5打差から追いついたから。じわじわと。じわじわと。嬉しいね。本当に嬉しいね。素で嬉しくないなんか。素で嬉しいよ。あ、ボギーリードからボギー打たしてます。ボギーリードところからボギー打ってるね。でムカついた。最初のホールもさ、なんで乗ってる、なんで乗ったの。え、狙えたの。木の上。俺見てて欲しかったから待ってたんだよ。これ見ててくんないからね。寂しかったよね。あ、超悔しい。ちょっと近くね。ということで18ホール終わりました。スコアの方が前半、前半3オーバーで後半1アンダー。これ1アンダー、0、0、後半、違う、後半イーブンでしょ。イーブン、後半イーブンの75点。はい、僕らが前半40点の後半35点で75点。よっ、勝敗は引き分けでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実は今日は勝ったチームにニュージーランド産のチョコレートが景品だったんですけど、引き分けだったために今回は僕ら大人なんで中学生2人にプレゼントしたいと思います。はい、どうぞ。はい、お疲れ様です。じゃあどうぞ。なんかいつもと違った感じで楽しくできたし、あ、できました。あ、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、なんかいつもと違う感じで、まあ、食リポとかもあると思ってなかったんで楽しくやれてよかったです。また今度参加できたら参加させてもらいたいです。はい、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ悔しいんですけど、いや、楽しくできたんでよかったです。ありがとうございました。悔しい。まあ、ちょっとハンデ上げすぎちゃったね最初ね。まあ、帳尻は合わせたからまあいいんですけど、危うくなんか負けるとかなんかね、考えてもないことになりそうだったけど、まあその辺は僕分かってるんで、すごく楽しかったです。僕はペアにも恵まれて、だってみなみちゃん全ホールパーですからね。すごいすごいと思うんですよ。僕ワントリースリーボギースリーバーディー、ありがとうございます。まあもうこんな感じでしたが本当に楽しかったと思います。ぜひまた一緒に勝負してください。お願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。ぜひ見てくださいね。バイバーイだよだよ。